富士の国静岡。一歩路地に入るとそこは食の宝庫で溢れていました。今回は食べる静岡第3弾前編をお届けします。さあ、静岡県に来ているんですけれども、まあ、前回来たのがですね6月、そして今回は11月ということでちょっと日にちが空いてしまったんですけども、日に日に寒さを感じるようになって、この季節ならではの食事を口にすることができたらなというふうに思っています。というわけでうまいもんを探して静岡グルメ旅、今回はですね集大成のつもりで挑んでいきたいと思います。というわけでやってきたのは清水区役所。静岡県気に入ってしまったんでね、転入届を出しにというわけではないんですね。目的があるんです。向かった先は地下1階にあるどんぶり屋ありがとう食堂。一般の人も入れる役所の食堂が目当てだったんです。さあ、数あるメニューの中から選んだのは上握り寿司。小鉢と汁物、それからコーヒーもついて700円、安いんです。役所の食堂で食べる握り寿司、なぜこんなに安く提供ができるかというと、地元の水産業が運営しているからだと思うんです。それゆえに役所の食堂にもかかわらず海鮮メニューが豊富なところ、それがありがとう食堂。いやー、これはたまらんです。さあ、汁物を見ていきましょう。汁物の正体、それはあら汁だったんです。このあら汁、魚のあらがたっぷりと入って最高に美味しいんです。そんなあら汁を飲んで、マグロたっぷりの握り寿司を食べて、小鉢、コーヒーもついて、まさに文字通りありがとう食堂。さあ、静岡県ご当地グルメといえば、まあいろいろあると思うんです。その中でもですね、代表格のうちの一つと言ってもいいかもしれません。爽やかハンバーグ。まあ僕もですね、以前この動画で紹介したんですけれども、今回はちょっと一味違ったメニューを食べてみたいと思います。というわけで向かった先は爽やか静岡池田店。さて、爽やかハンバーグといえば、牛肉 100% のお肉を炭焼き、レア焼き、それなのに値段が安いことで有名です。そんな爽やかハンバーグを僕も以前初めて口にしたんですが、レア焼きの食感と風味に大変驚いたんです。それ以来の爽やかハンバーグ。今回の目当ては炭焼きチーズバーガー。食べてみたかったんです、爽やかのハンバーガー。さあ、どうですか、この牛肉 100% のハンバーグの厚み、それから色鮮やかなチェダーチーズの色、うまそうでしょう。そう、もう一口食べただけでうまいんです、わかるんです。さあ、牛肉 100% のレア焼きはハンバーガーでも健在だから、噛めばとろけるジューシーさ、持った箸が休まらないんですと言いたいところだけど、箸がないから口が休まらない、忙しい、そして溢れる肉汁はプシャーのドヒャーですよ。余計なタレでごまかさない、野菜と牛肉本来の味で勝負する、特うま。当たり前でしょう、恐れ入りました。さあ、焼津にやってきたんですけれども、ここ焼津といえば僕自身2度目の訪問になります。お刺身が美味しいあのお店でしょう。向かった先は食事処角屋。前回は初ガツオを食べに来たんですけど、今回は天然ぶりの定食を食べに来ました。冬が近づくとお目にかかることのできる天然ぶり、見てください、この綺麗な色、美味しそうな色してるでしょう。そしてこの盛り付けの綺麗なところも角屋の特徴だと思っているんです。さあ、そんなぶりを一口噛むとあっさりさっぱり、これ天然ぶりの特徴ですよね。そんな天然ぶりには白いご飯との相性が抜群、ぶりを食べてご飯を食べる、このループにはまるんです。さて、角屋は魚料理が美味しいことで有名ですが、僕思うんです、このお
お米も美味しいと思うんですね。新たなお店もいいけど、また行きたくなる2度目もいい。安定の魚料理にごちそうさまでした。はい、こんばんは。静岡はですね、清水の夜でございます。清水といえばもつカレー、もつカレーといえばやっぱりここは行っとくべきだと思うんです。というわけで向かった先は焼き鳥金の字本店。ここもつカレー発祥の地なんです。なので注文したのは当然もつカレー。串に刺さってるんです。どうです、想像できます？そのもつカレーを口に運ぶとふわっと広がるカレーの風味。なぜもつカレーなのかというと、初代オーナーが名古屋の土手煮をヒントに考案。一年中人気でどの世代にも愛されるカレー味にしたのが始まりだったそうです。そういえばまるちゃんの静岡温度にもありましたよね。お茶とみかんともつカレーなんて歌詞ね、ありましたよね。わかんない人ちょっと調べてみて。そう、それぐらい有名な清水のもつカレー。そんなもつカレーと相性がいいのはやっぱり静岡爆酒。この静岡爆酒、当然静岡に来ないと飲むことができないですからね。キレがあって泡がクリーミーで、この静岡爆酒僕大ファンなんです。そんな静岡爆酒を飲んでガツンとした味わいのもつカレーを口へ運ぶ。もうこれがねたまらんのですよ。さて、もつカレーだけではなくレバーと柱も頼んでみたんですけど、これがねまた美味しいんですよ。もつカレーだけじゃない、素焼きも美味しい。それが金の字本店だけど、次また来たらもつカレー頼んじゃうだろうな。本当に美味しかったです。特うま。さて、清水のもつカレー、今や全国区なんですね。羽衣フーズから缶詰で販売していました。なので今回お土産として購入したんですが、ゴロッとしたもつがたくさん入っていました。というわけで静岡から帰ってきて早速いただいたんですが、金の字のもつカレーはお酒との相性が合うって感じで、こちらはご飯との相性も良さそうですよ。ピリッと辛いカレー味でした。清水に行けないあなたのためにお土産もいいと思います。さて、次へ向かった場所は家族で遊べるイルミネーション、清水港海と光の空間。さあ、エスパルスドリームプラザの前に設置されたこの180度のドーム型のイルミネーション。その中を歩いてみるでしょ。すると横から上から光に包まれ、そして清水港から流れる潮の香り。これね、もう何とも言えない空間に包まれるんです。そしてこちらは音と光の融合。この綺麗に光った丸い円盤の上を歩くと音が鳴るという仕組みになっているんです。そしてこちらは清水港テルファーといってもなんだかよくわからないでしょ、この重厚な建物。その昔、港からの木材積み込み用に建設された鉄道施設なんだそうで、国の登録有形文化財に指定されているそうです。さて、今度はスタート1と書かれたこちら、何だと思います？これ東海地区最大級のイルミネーション迷路なんです。その迷路の中に入ってみると、これまた不思議な空間。光だらけの通路に迷ってしまいそうになるんですけど、本当に迷っちゃって、あー積んだ人生積んだ。迷路は迷うし、そういえば人生も最近迷ってるななんて、そんなことを考えながら楽しんだイルミネーション。そんな清水港海と光の空間は来年2月28日まで。家族で遊べるイルミネーションは一人でも遊べるかもよ。さあ、そんなイルミネーションとセットで来たいのが12清水。こちらのお店、もち胸生まれのクラフトビール屋さんなんです。前回もち胸で初めて口にした WCB のクラフトビール、その味に感動して今回訪れたというわけなんです。
さあメニューは豊富に缶の種類があるんですが、ここはせっかくなんでタップで選んじゃいましょう。まず最初に注文したのはシングラリティストラータ。もう飲みたくて仕方がなかった WCB のクラフトビール、いただきます。すると甘い果実感から柑橘風味に、それでいて苦味もガツンとあるんです。いやー本当にうまくて幸福感に包まれます。さて続いてはフルホップアルケミスト V18。 この V18 とは18回改良を重ねているそうなんです。そんなフルホップアルケミストを飲んでみると、これまた甘い果実を漂わせ、とろりとした口当たりが特徴。ホップの香りも抜群でした。本当にありがとう。特うま。 WCB は日本一のクラフトビールだと思います。藤枝の朝でございます。なぜですねこの朝に藤枝にいるかと言いますと、以前清水で朝ラーをしたんですね。朝にラーメンを食べたんです。そしたらですね、動画を見てくれた視聴者の方からメッセージをいただきました。ちょっと読んでみますね。タケルポンさんからですね、朝からラーメンを食べたかったら藤枝の朝ラーでしょう。ラーメンとラーメンのコラボ、次に静岡に来たら行ってみてねといただきました。藤枝の朝ラー文化、謎のコラボラーメンを確かめに行きます。というわけで向かった先は1919年創業の丸中。さあ出てきたのはこちらが丸中の中華そば。美味しそうですよね。正直ちょっと二日酔い気味なんで、こういう中華そばありがたいです。そんな中華そばの麺はつるっとした麺で、喉越しがとってもいいんです。持った箸が休まることがありません。さらにこのチャーシュー、しっかりとした味付けがされていて僕好みでした。さてこちらの丸中、レンゲがないのが特徴で、スープを飲むときは器を持ってそのまま飲むんです。そのスープはまあ見てください、この綺麗な透き通っているスープ。そして味は甘めの醤油味、もう美味しくてごくごく飲んじゃいましたからね。そんな中華そばを食べ終える頃、店員さんがずっと見てるんです。そして聞こえるおかわりお願いしますの声。さあ何だと思います、このおかわりの正体。そうです、おかわりの正体、それは冷たいラーメンだったんです。温かいラーメンと冷たいラーメン、2杯セットで食べるのが丸中流なんです。そしてその後他のお店にも広がり、藤枝流となったそうで、面白いですよね、食の文化というものは。さあそんな冷たいラーメンの麺は、温かいラーメン同様につるっとした喉越しの良い麺でした。もう冷たいラーメンということもあって、つるつるいけちゃうんです。そしてスープはわさびを溶かすのが特徴、まるでお蕎麦のような感覚。酸味のない冷やし中華といったら聞こえは悪いかもしれませんが、ごくごく飲めるスープでしたよ。さあ今回初めて聞きにした藤枝朝ラー発祥の地でコラボラーメン、温かい冷たい、とっても美味しかったです。特うま。いや本当に食べればわかります。さあ今度はですね、由比にやってきました。僕の背中の後ろにはですね、もう広大な駿河湾が広がっているんですけれども、その駿河湾の名産を食べに来ました。そんな駿河湾の名産は桜エビ。年に2回ある漁期はまさに今ということで、由比へやってきました。向かった先は由比桜エビ館。
その中にある桜エビ茶屋にお邪魔をしました。さあこちらが注文した桜エビ茶屋定食、そして会いたかった生桜エビを、その姿はまさにピンクの宝石。そんなピンクの宝石を口へ運べばわかるその甘さ、食感もとってもいいんですよね。生桜エビを食べるだけに来る価値が有意にはあります。さあ今度は桜エビのかき揚げ。桜エビといえばかき揚げを想像する人も少なくないと思うんですが、これがまたサクサクで飛び散らないように手を添えて食べたりしてね、食感と風味を楽しみました。あ、そうそう、今度は桜エビのかき揚げ丼を食べてみたいななんて思いましたよ。さあ続いては桜エビのご飯。今回初めて桜エビのご飯を口にしたんですけど、美味しいんですね。そして何より桜エビのふわっとした香りで幸福感に包まれるんです。幸せを届けるピンクの宝石、このご飯はとっても印象に残りました。桜エビの次の良き、来春も絶対ゆいに来ちゃうぞ。さあ今度はですね、神原というところにやってきました。今回神原に来た理由、それは Google の口コミで発見した分かりづらいお店の看板メニューを目当てにやってきました。さあ駅前の大きな通りを外れて住宅街の中へ進みます。すると住人しか入っちゃいけないような罪悪感を若干持ちながらですね、はい出ました、こちらが今回目当ての三好食堂。どうですか、ワクワクするでしょ。さて店内は4人掛けのテーブルが3つ、コンパクトな作りに何やら有名人らしきサインも見かけます。さあメニューを見ると町中華スタイルの食堂と言っていいですかね。そんな食堂の看板メニュー何だと思います？そう、それはオムライスだったんです。食べてみたかった三好食堂のオムライス、とってもボリューミーで酸味が効いたトマトソースが特徴的、味に奥行きを感じました。いやオムライスってデミグラスソースだけじゃないんですね。ライスとチキンの割合も抜群、スプーンで口へ運べばわかるんです。そして卵の程よい火の通りも僕好み、ぐちゅぐちゅ半熟よりちゃんと火が通ってる方が好きなんです。いやもうこの時点で恐れ入りましたと言いたいところですが、テーブルの上に目をやると半分ほど食べた時点でレモンを絞り、爽やかな風味で2度目の美味しさが訪れると書いてあるじゃありませんか。ここは素直に従ってレモンを絞ってみます。すると何ということでしょう、酸味の効いたトマトソースにフレッシュさが加わって見事な味変に納得。こんなに美味しいオムライスは初めて口にした感覚を覚えました。これ本音ですよ、ボリューミーだけど一気に平らげました。特うま！いやー神原まで来てほんとよかった。三好食堂ありがとう。ほんとのんびりとした静岡を過ごしてるんですけども、今焼津にいるんですね。でここ焼津で何か美味しいものないかなと思って調べていたんです。そしたらですね、ランチが安くてボリュームがあってしかも美味しいという情報を目にしたんですね。というわけでこれから行ってみたいと思います。というわけで向かった先は駅から路線バスで15分ほど、焼津警察署の向かいにある焼津港の飯どころよさく寿司。さあこちらが今回注文した刺身定食、どうですか、お刺身4種にネギトロ、小鉢が2つ、そしてお味噌汁までついて980円。食べる前からもうノックアウト寸前なんですけど、ここは気合を入れて腕をまくって、もう種類が豊富だから迷ってしまうんですけど、やっぱりお刺身からいきます。マグロの赤身、綺麗な色してるでしょう、厚みもあって口へ運べばわかるそのうまさ、こんな種類豊富な刺身を提供してくれて素直に嬉しい、感謝でいっぱいです。さて今度は中トロをいただきます。僕マグロは赤身が好きなんですけど、やっぱり何口か中トロも食べたいですよね。そんな中トロを口へ運べばうまい、
ご飯も思わず進んでしまいます。そうです、ご飯が進む理由はお刺身だけでなく、ごろっとしたつみれが入ったお味噌汁、小鉢のイカと大根の煮物、そして焼津の名産カツオのしぐれ煮、これらも美味しいんです。そしてボリューミーなんです。そんな小鉢のおかずとご飯のループを繰り返し、お刺身に戻る、これはブリですかね、持った箸が休まることがないんです。さあ最後はネギトロをご飯の上に乗せて、オリジナルネギトロ丼で締める、どうだ、参ったろさあ、よさく寿司のお得なランチは他にも種類が豊富、早くも次回来るのが楽しみになりました。とっても美味しかったです。特うま、たくさん食べさせてあげようという店主の優しさも伝わりました。さあ今度は焼津駅の南口のすぐ目の前に来まして、雑居ビルの4階へ向かいます。そう、目的があるんです。向かった先はカフェラム、こちらベトナム人が経営するカフェなんです。ここ焼津には約500人のベトナム人が暮らしているそうで、駅前を歩くとベトナム語をよく耳にするんですね。それならばとこちらに伺った次第なんです。ということで本場ベトナムコーヒーをいただいちゃいました。どうです、フランス式のフィルターで抽出し、コーヒーが出来上がるのを気長に待つ時間、抽出し終えるとコンデンスミルクとよく混ぜます。すると焼津に流れるベトナムの空気、思い出すのは首都ハノイの風景か。ハノイの通りに並ぶ椅子に腰をかけ、今日と同じようにコーヒーを口にする。あー、コーヒーもいいけどビールもいいよな。ということでコーヒーからのベトナムのビールに流れていくんです。久しぶりに飲むビアサイゴン、美味しくて3本も飲んじゃいました。カフェラムでゆるりと過ごす昼下がり、ここ焼津には心地よいベトナムの風が流れていました。さあ今度は静岡駅の周辺に来まして、向かった先は商業ビルの3階、エレベーターで上がると今夜の目的の場所、それは大衆居酒屋トキン屋。ここ居酒屋なんですが、目的は居酒屋ではなく曲がりのうなぎ屋だったんです。さあ注文したのはうな重の上、どうですかこの大きさ、1尾丸ごとのうなぎは重箱からはみ出しているんです。すごいでしょこの大きさ、僕うなぎ大好きなんでね。それではいただきます。するとどうですか、備長炭で焼いた表面がカリッとした香ばしさが口の中に広がるんです。途中で山椒もかけて味を変化させて楽しみます。さてこちらのうなぎは愛知三河のうな姫、タレは熊本の赤酒を使用、米は山形のつや姫というこだわり、一尾丸ごとのうなぎを安く食べられて幸せでした。行きたい人、曲がりの期間限定だから急げ。さあ次に向かったのは青葉シンボルロードイルミネーション、見どころはシンボルモニュメントフラワーチャペル、どうですか綺麗で圧巻ですよね。静岡の中心市街地を通る約500メートルの並木道が光の通りで輝いているんです。うまいもんでお腹を満たされた後は光のモニュメントで目と心を癒される、いや静岡ってほんといいところです。さて青葉シンボルロードイルミネーションは来年2月13日まで、ハートの中で写真撮りたかったけど女子高生がたくさんいたからやめときました。
さあ、そんなイルミネーションとセットで行きたいのは吉屋。どうですか、この提灯を見ただけで入りたくなるでしょう。そして看板を見ると手羽先、餃子、おでんと書いてあるじゃないですか。せっかくなんで全部食べちゃいましょう。さあ、まずは餃子から。いいじゃないですか、この焼き目、食欲が湧いてきます。一口食べるとわかるんです、それは野菜たっぷりの餃子ということ。僕、胸焼けやゲップの出る餃子苦手なんですけど、吉屋の餃子は食べた後ノーゲップ、ノー胸焼けでしたよ。いやー、もうこの餃子ほんと美味しくて幸せな気分になりましたが、そんな餃子のお供のお茶割りがこれまたうまいんです。見てわかります、このお茶の濃さがやみつきになるんです。もう僕3杯も飲んじゃいましたからね。こんなに美味しい緑茶割りが飲めて近所の人本当に羨ましいです。さあ、続いては手羽先。いやー、表面がカリッと焼けててうまそうじゃないですか。そんな手羽先を口に運ぶと、これが熱くてまさに出来たて。箸で持って口にすると湯気がふわーっと立つんです。そして食感は柔らかい、ふわーっとした食感、まさに外カリ中ふわ、本当に美味しい手羽先なんです。もう綺麗残さず骨の髄までしゃぶりついて、そして餃子に戻る、いいじゃないですか。それからのお気に入りの緑茶割りで喉を潤す、本当たまらんです、いい夜です。そしておでんも行きます。おまかせで2種お願いして出てきたのはこんにゃくと昆布。これがまた味が染み込んでいて、だし粉もかかって、今まで食べた静岡おでんの中で一番美味しかったです。手羽先、餃子、おでん全部美味しい。特うま、店主の感じもいいし、近所なら毎週来ちゃうぞ。食べる静岡グルメ旅、今回のうまいもん探しいかがだったでしょうか。まあ僕はですね、今回もね、行きたい場所に行って食べたいものを口にして大変満足しています。まあね、旅はですね、まあ一日いろんなことがあっても最後に美味しい食事にたどり着けるとそれでよしみたいな側面がありますよね。まあ、今回の静岡グルメ旅、ほぼほぼ大満足、優勝万歳っていう旅になりました。またですね、静岡いつか来てみたいと思います。楽しかったでしょう。楽しいうまいもん探しのグルメ旅はまだまだ続く。